イタリアのベレッタ社が1980年代に開発した軍用アサルトライフル。1960年代後半、西側諸国が不評用小銃の使用弾丸も7.62ミ、mm、リメートル n a t 弾から5.56ミ、mm、リメートル n a t 弾に切り替え始めたため、イタリアでもその流れに乗った新しいアサルトライフルの開発が始まった。開発を受けおったベレッタ社は。 スイスのシグ社と共同開発に乗り出し、開発初期段階では共同で研究開発を行っていたが、ベレッタ社はガス圧利用方式を、シグ社は反動利用方式を、それぞれ主張し方向性の違いから共同開発は中止。その後、ベレッタの単独開発となり、1970年に223レミントン弾を、 使用弾薬とする AR70-223 が完成した。AR70-223 はイタリアの特殊部隊や他国の軍隊で正式採用されたもののいくつかの欠点を抱えていた。そのためイタリア軍事機正式採用アサルトライフルのトライアルに向けて改良が施された。この改良モデルは H&K 社が送り込んだ。 G41A1 を抑えて主力アサルトライフルとして1990年に正式採用が決定し M70、90を採用している。コッキングハンドルはボルトに固定されており射撃に伴って前後に移動する。アッパーレシーバーには可動式のダストカバーが標準装備されており、コッキングハンドルが通る隙間を塞ぐことで機関部への異物侵入を防止している。 また、生産性を重視し、スチール板をプレス加工で成形することで、レシーバーや弾倉を製作している。機能、外観ともに、西側のアサルトライフルとして、非常にオーソドックスな構成となっている。a r 七十二百二十三から a r 七十九十への改良で、NATO 標準弾薬である s s 百九への対応、スタニッヒマガジンの採用、マガジンリリースボタンや、 セレクターレバーの安備化、強度面での不安があったレシーバーの強化が行われている。M70-223 オリジナルモデル使用弾は、223レムシステムウェポンとして設計、開発されており、機関部には手を加えずに様々なバリエーションに展開させることができた。M70-90 基本形のバリエーションで、プラスチック製固定ストックを持つ。SS109 対応型。 イタリア軍が正式採用している AR70-90LMG 肉厚のヘビーバレルと金属製の2脚 AR70-90 とは型が違うストックを装備した軽機関銃タイプ SC70-223AR70-223 のカービンモデル折りたたみ式ストックを装備 SC70-90AR70-90 の カービンモデル。金属製の折りたたみ式ストックを装備したモデル。SCS70-223SC70-223 をさらに単焦化したモデル。特殊部隊等で使用。SCS70-90 ベレッタ SCS70-90SC70-90 SC をさらに単焦化したモデル。 全長は 876mm、647mm、重量は 3790g。特殊部隊等で使用。トリプル X 主人公、トリプル X こと、ザンダー刑事ーが C マグを装着して使用。フリーファイヤー IRA のクリスたちが武器承認王の一味から M16 の代わりに交わされるライフルとして登場。 リベリオン・リブリアのスワット隊員やスイーパーの装備。主人公もそれを奪って使用した。ガンスリンガーガール本作はイタリアを舞台としたガンアクション作品であるため、劇中には複数回登場する。ヨルムンハッカン冒頭にてイタリア兵時代のアルが所持。アフリカンゲームカートリジズ・ベレッタの銃器を好む。主人公が使用。クロスファイア課金専用武器。後に、 シグ社は、反動利用方式の銃を諦め、ガス圧利用方式の銃の開発に着手した。徳井雅美、軍用銃自転改定版並木処房、ISBN9 兆7848億9063万2138。ありがとうございます。